こんにちは、今回は前回の続きで、ファジュイの別任務です。ミラーメイデンと会話した後の続きです。モナの秘境、夏の夢、などのクリアも必要です。ハラハラ島のこちらで受注できます。崖を登った先ですね。会話後、任務受注です。そこで、忘れられた気象を渡します。気象の場所はこちら。プリン島で拾えます。そして渡します。この動画の最後の方に、この任務の続きも、少し解説しました。任務が進み、見慣れないメッセージが出てきます。崖の下に向かいます。こちらの元素石碑などがある場所です。一旦まず解き方からです。このように、氷石碑の装置から、光のラインを結びます。そして氷から起動していきます。よし、出発だ。近くにある、この貝がヒントです。待った。一体どうなって。順番は確か、白、緑、それから、赤、青。風の元素石碑を起動し、穴に入ります。いざ、行こう。ここからは基本的に会話です。会話のみでした。それではご視聴ありがとうございました。